はい、皆さんこんにちは。今日は限定トミカの最新情報をお伝えします。限定トミカのモデルはクラフトスポーツモチュール GTR スーパー GT 2018年からだね。で、日産オンラインのページを見ると9月15日から16日にスーパー GT の会場で発売されたんだね。スーパー GT 第6戦はスポーツランドスゴーだね。これは結構遠いところだから買いに行けなかった人もたくさんいるんじゃないかな。で、会場まで行って買えなかった人はここ日産オンラインのショップだね。で、ここを見ると予約開始が限定トミカは第1回目が2018年9月19日水曜日の19時から予約開始だね。販売価格は毎回これちょっと高めだね。税込みの1800円になってます。下の方を見ていくと購入制限があってお一人様1台限りってなってるね。1800円に送料がかかってくるから結構高い値段になるかな。で、以前もこんな感じで他のモデルが発売された時はサーバーがすごい重くてなかなか繋がらなかったね。だから今回は第1回目が19時で第2回目が20時、だからこの20時の時に繋がりやすくなるのかな。はい、以前発売されたモデル並べてみました。この真ん中のが2016年のスーパー GT のモデルだね。で、こっちのまだ買ったけど箱で開けてないのが2017年のモデルです。で、こっちのモデルは2009年の株主優待についてのモデルになります。で、こっちの株主優待のモデルはシールとかではなくて全部印刷になったね。で、この2016年のモデルもすごく細かくカラーリングとかされてたけどちょっとシールも多かったかな。で、以前これ発売された直後ぐらいはオークションとかで4000円とか5000円の値段がついてたね。でも定価はこれ1800円だけどね。で、今回はネットでちゃんと買えれば1800円プラス送料だね。で、以前こっちのモデルは YouTube でアップしてあるんでリンク貼っときます。こっちから見てください。で、こっちの2017年からはまだ買ったけど未開封のまま置いてあったからこれも近々 YouTube でアップしようと思います。はい、今日は限定トミカのクラフトスポーツモチュール GTR スーパー GT 2018年から最新情報をお伝えしました。興味のある方は日産オンラインで予約してみてください。今日もおしまいです。またチャンネル登録お願いします。バイバーイ。